ます。ワースの J1 へ転入と推進本部の小谷と申します。よろしくお願いします。始める前に一つ、お願いがございます。本日の議題は、ファンサポーターができることについて、みんな話し合う場としております。チームの戦術に関するご意見ですとか、アスリートクラブに対する苦情とか、そういったものを受け付ける場ではございませんので、あらかじめご了承ください。それではまず、株式会社アスリートクラブ熊本、池谷社長に一言いただきたいと思います。ということで、お願いします。皆さん、こんにちは。どうぞ。アスリートクラブの池谷です。日頃、皆さんには、本当に声援をいただきまして、誠にありがとうございます。ワース熊本、誕生しまして、今シーズン、10周年を迎えております。これが、早いのか遅いのかという感じもありますけれど、確実に一歩一歩前進しているというふうに思っております。その中で、J1、5年で J1 という旗を上げて、今はですね、昨年から、J1 という旗を下ろしたわけではなく、J1 に行くために、やはりもっと大事なのは、この地域に根ざしていくということ。ということで、昨年から日本一、地域に根ざしたクラブ作りということで進めさせていただいております。今シーズンのクラブスローガンとしましても、絆、マイホームタウン、180万馬力というクラブスローガンを掲げて、皆さんと、その180万県民の皆さんと、絆を結んで、より皆さんに愛される、そして、支援していただける、そして、応援していただける、そういうクラブを、今後も目指していきたいというふうに考えております。その中でですね、先日、株主総会の方で、報告させていただきましたが、昨年、クラブ決まって以来の 最高益を、出すことができました。これもですね、皆様の、特に、昨年ああいった、結果にもかかわらず、サポーターの皆さんの声援があり、入場者も増え、クラブ始まって以来の、本当に、成績を、利益を得ることができました。この場をお借りしまして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。その中で、ちょっと皆さんのお手元にも持たれていますが、ちょっと衝撃的な、タイトルでいろいろ、出ております。いろんな不安等もあると思いますが、詳しいことはこの後いろいろご説明、させしますが、一つはですね、クラブライセンスという制度が始まりまして、この夏までに、今まで、過去の、あれですね、負の遺産を持ってまだおります、このクラブ、それが6000万ほど残っております。その中で、今回、いろいろな勉強会等を開いていろんな、ことを考えたんですが、当然このクラブがまず、今シーズン利益をしっかり出していくということは当たり前であるんですが、その一方で8月という、期限が、クラブライセンスの中であります。そしてその中で8月という中で今やれることをいろいろ、探ってきましたが、一つは増資をもうするしかないだろうということ、それと、もう一方で、その支援金ですね、募金というものも合わせて、集めていきたいというふうに考えております。これは増資ということで、負債を3兆円のところを消すという部分もありますが、もう少ししっかりとクラブの体力をつけて、当然今後このようなことが起きないように、そして J1 を狙うためにも、ということで、その支援金というものも合わせて、進めさせていただきたいなというふうに思っております。誠に勝手なことではあるんですが、ぜひ皆さんの力を借りて、何とかこの熊本を元気に一緒にしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。ありがとうございました。皆さんからご意見をいただく前に、ちょっとお配りしたチラシについて簡単にご説明させていただきます。ワースト熊本存続支援募金というタイトルで、ご説明するということで、今回チラシを作成することにしておるんですが、まだちょっと印刷が間に合ってない関係で、今日は表面のプリントだけご覧入れていただいております。出来上がりはですね、これが両面になりまして、裏の方が振り込み用紙になっている形で、ミシン目が入ってそのまま銀行で使えるような形にする予定で、今、委託中ということですので、
またそれができましたら、皆さんにもお届けできるようにしたいと思います。募金につきましては、アスリートクラブ熊本と、ロアソ熊本というのはね、県民運動推進本部の共催という形で、サポーターの皆さんにもご協力いただきながら連携して、募金活動ということをやっていきたいと思っております。それでは、他のサポーターが今できることというテーマでサポーターの皆さんから意見をいただきたいと思います。また、またお願いします。クラブのために動いてくれる人っていうのが見つかれば、それは多分今後のロアソの大きな資産になると思います。ぜひそういった方々に、まあ、一緒に協力していけたらなと思いますけれども、いろんなアイデアをお持ちの方も今日来られていると思うので、ぜひみんなでそこは協力して自分の出せること、できることっていうのを一緒にやっていきたいなと思ってますけれども、いかがでしょうか。去年一人いなかったし。それでフラスコントのクラダと申します。私は先ほどの県民党推進本部の事務局長を兼ねております。ちょっとまだ皆さん私どもの質問する方法があったと思いますが、増資は、今おっしゃったように株主総会で増資をしてもいいよという決裁をいただいた。でこの増資に関してはいわゆる資本ですので株ですので、この出資してくださいという動きをアスリートクラブの全社員が、5月の1日からいろんな企業、今株主になっていただいている企業とか、もしくは今株主でもないけれども支援してやろうというような企業、そういうところを私どもが、訪問してお願いしてまいります。それで約7000万、資本を集めたいというふうに計画しております。あと今皆さんにお願いしてもらいます寄付、これにつきましてはこのチラシにありますように基本的には、5000円を一口として、広く求めたいなと。あまり大きなお金というのはですね、私ども非常に申し訳ありませんし、基本的には
皆さんでできる範囲の金額というのは、まあ、5000円というのが一つの額かなというふうに今勝手に決めさせていただきます。また当然ですね、今日から今まで4ゲートのところでカルボ金というのをやっております。これは愛護金という形で皆さんにお願いしております。毎回大変ありがたい寄付をいただいております。でこれを今後は今日の試合から、このチラシにありますエドワストモード存続支援募金というタイトルで、カルボ金もやります。それと、当然私ども社長の方から選手の方にも先日説明をしております。クラブ一丸となって